してもね絶対もテイク5000ということで、メイクはねいっぱいあったらいいってものでもないんですけども、やっぱりね綺麗にね使っていただきたいんですよ。はい、しょうこです。はい、皆さん今日は、はい、一軍コスメをのポーチをご紹介したいかなと思いまして、はい、どんこちらの方です。このね一軍のポーチ、はい、こちらなんですけども、これは撮影に行くとき、私がねちょっと取材だったりとか受けたときに持っていくアイテムが入ってるやつ。はい、で普段のメイクとかここの中からやることが多いです。はい、で少しね一泊とかっていうときにこれだけは持っていくよっていうポーチがこちらの方になります。はい、でこの中で、はい、どうしてもね絶対持っていく5000ということでポーチを大公開。今日はね見せちゃいます。ダーン。はい、これすごいいっぱい入ってるんですよ。結構ね、何が嬉しいって言って、これ無印だったかな。はい、地味なんですけどものすごく縦に入るとこが気に入っていまして、筆がねしっかり入っていく感じになっております。何が入ってるかっていうとね、こんな感じで、こんな感じでいっぱい入っております。で一番大事なのは、私はベースがすごく大事なので、ベースね最近は3つ持ち歩いてます。はい、これねすごくね肌をきれいに見せてくれるのはこのクレデポーね、これ美白のとってもねきれいに見せてくれるので、このペアですね、クッションファンデーションとのこのペアで使うことが多くて、でちょっとね外でね、撮ってっていうかナチュラルに見せたいなと思う時はこのエレガンスの、モデリングカラーアップベースっていうのをオレンジ、ね、肌補正で使うんですけども、ちょっとねオレンジ系の色がねちょっと入ってるだけですごくね健康的に見えるんですよ。ちょっと今日ねお家で撮ってるので色味が分かりづらいんですけども、綺麗になってるの分かるでしょうか。はい、でここでイヴ・サンローランのファンデーション、これはね今は一番気に入ってるのかな。ちゃんとしようとした時、肌をちゃんとね作ろうと思った時にはこちらなので、このベースであとね細かいね、のを持ち歩いて、その肌の調子とか、ライティングだったりとかね条件っていうのが行ってみないとわからないことが多いのでちょっと持ってってみます。ただ、ないと一番困るベースっていうとベースシリーズだったらこのイヴ・サンローランのこのファンデーションが一番ないと困る、オールアワーズリキッド。はい、これね LN7 の色になります。これ一番困る、だから、5000の中に1個。はい、入ってます。はい、で次にアイシャドウちゃんたちがねパレットをよく持っていくんですね。でこの時に、こちらの方のクリオプロアイパレットということで11番、すごく、はい、これもないと困るんですけど、ベージュ系の色、本当にベーシックなのがすごく使えるのであった方がいいと思うんですが、ベーシックな色がね持ってない人はねあった方がいいと思うんだけど、これはニクス、ね、今ね撤退しちゃったんですよ。日本にあったんだけどすごい安くて本当にね使いやすいパレットいっぱい出してたんだけど、でね最近気に入ってるこのスック、もうなんといってもこれですよ。はい、シャネルさん。はい、これこの間もちょっと皆さんにねご紹介したんだけど、もうすごい気に入って、すごい色が綺麗だから、はい、これ塗るとすごいね色綺麗ですねってよく言われます。名前が937番の色。はい、5000の中のもう間違いなく2000。2番目、はい、入っていきます。はい、こちらですね、チークはねこちらの方のパレットね、これはもう今限定で出てないと思うんだけど、持ち歩くときはこうやっていっぱい入ってるようなものを持っていきます。はい、でそれとで今パウダーがこちら本当にナーズのね、これ結構有名だと思うんですけど、テカリ感を抑えてくれるもの、はい、こちらとこれもね悩むんだけど、今ね私の中ではプリマビスタ、こちらのパープル系のね、はい、これ詰め替え用なんだけど。はい、このまま使ってます。つけてね、でちょっと自分の小鼻のね毛穴が気になるところにこうやってつけてあげるだけですっごいサラッとしてくれて、であんまりね乾燥しないんですよね。保湿すっごいするのでちょっとねテカってきちゃったりとかそういう時に使うっていうことで、これ3番目、これないと困る筆ですね。
筆が最近やっぱり気に入ってたのがこの MAC の、127S こちらの筆なんですけども、しっかりつけたいときは、ね、黒い方、ね、柔らかくつけたいときは白い方っていうところで2つ、ね、使い分けができるっていうところでものすごい今一番自分の中で気に入ってる筆でございます。筆もいっぱいね持ってるんだけどね、自分の中ではあるんだけど、こちらの筆が4番目あと最後にこれもポーチの中に必ず入ってます、ハッカね。これ本当にちょっとしんどい時とかテンションが上がらない時とか、あとマスクでちょっと顔で自分のね口臭が気になった時とか、ちょっと眠くなっちゃったりとか、ね、こちらの方を少しねスッてやるとパキーンってパキーンってするのと、あと虫とかもね虫よけにもなるのであると助かるので、こちらの方持ってってます。でこれが持ってたら絶対いいよっていう5000円になります。はいね、でもいっぱいあるんですよ。例えばこの中にコンシーラーだったらルミコさんのね、ルミコさんでしょ、ティルティルで、ティルティルも、ね、しっかり隠したいものとか、ね、柔らかく隠したいものっていうところで2つ、ね、チップと両方あります、ね、なのでほくろだったり、ね、傷だったりっていうのを隠したりとかねするときにいいんですよ。でちょっとね乾燥しなくていい、眉毛だとね、もうほんとルナソルこれないとすごい困る、何回もね言ってるんですけど、これと眉尻が落ちたか、ね、落ちやすかったらこちらなんですよ。ワックスペンシルは2本ね、普通のエレガンス、もうボロボロでしょ、エレガンスと、はい、最近気に入ってっていうエッセのこちらの方ですね。はい、これいって、はい、これペンシル、アイペンシルです。このエクセルちょっとね濃いのと明るいブラウンがあります。よいしょ、こんな感じの色合いです。やっぱりねちょっとね目力足りないなっていう時に足してあげたりとか、あとはね眉マスカラでしょ、でケイトさんとキンタムだ、ね、ちょっとピンク系のアイライナーとセザンヌ、これもね眉尻で使う時すごい欠かせないです。リップのラインが引く時にね少しあると便利なので、持ってってます。でスポンジですね、スポンジは資生堂さんのスポンジ、これも使ってます。あとマスカラはねこれ黒と茶色ね、でこれメイベリンさんとディアップさんで、ちょっとね顔をねちょっと毛があると困るので、これねカミソリ系の電子系カミソリだったりとか、リップもねこういうちょっとジルスチュアートの可愛い色、チークにもなるっていう色だったりとか、マックさんのちょっとベージュ系の色っていうのを入れております。であとこういうちょっと乾燥したら困るので、スクワランのオイルで、唇は2つ入れてます。高見のリップ、美容液ですね、あと 99.7% オーガニックっていう、リップバームを入れております。あとはもう本当に筆ですね、ファンデーションの筆2本、チーク2本フェイスパウダーで、細かいところでやるニクスの筆とかハイライト、ね、コンシーラーの筆だったり、で眉毛の筆が2種類、ね、大きいのとちっちゃいので、アイシャドウの、ね、下のラインを引く時のやつ、はい、こんな感じかな。あとリップ筆があります。でね、ちょっとお出かけ用にね筆をちょっと拭くウェットティッシュ、筆用のウェットティッシュがあります。あとビューラー、こんな感じ、はい、に、なっております。こんなにいっぱい入っておりました。入って必ずこれは絶対ないと困る綿棒ですね、綿棒、はい、こちらの方になっていきます。どうですかね、こんな感じです。はい、それで皆さんね本当にポーチってまず選ぶポイントっていうのはね、やっぱりこうね自分がテンション上がるもの、綺麗に見せてくれるなとか、なんかこうときめくものを一部に入れております。なのでね、またねお洋服が変わったりとかファッションが変わったりするとまたねいろんなのを持っていろいろねやったりもするんですけども、はい、皆さんはどんなの
使ってますか？もう絶対これだけは欠かせないとか、これだけはね持ってないともう困るんですっていう一軍コスメがあったらどんどんねコメント欄に書いてください。はい、また私もちょっとね皆さんどんなのを使ってるのかなって言って教えていただけると、こういうのをおすすめしたらいいかなっていうのが分かってくると思いますので、ぜひぜひね書いていってくださいね。はい、もう皆さんしっかりね、こうメイクはねいっぱいあったらいいってものでもないんですけども、やっぱりね綺麗にね使っていただきたいんですよ。結構ね美容師さんとかでもねすごく道具が汚い人ってメイク下手くそなんですね。いろいろねいろんな方に教えてきたんですけども、やっぱりね道具は本当にねこうね使ったら綺麗に磨くとか、ティッシュでね綺麗にしてあげるっていうのもしてあげてください。本当にねスポンジをね洗わないで真っ黒のねやつ使ってニキビが治らないんですとか肌が汚いんですとかっていう方いらっしゃるんだけど、ちゃんとね洗ってください。ね、道具が汚いと雑菌がね繁殖しちゃって肌がねどんどん悪くなっちゃうので、ね、清潔に綺麗に使って、でいつまででもときめくような感じでね使っていくと、普通の道具がもう宝物みたいなね効果に発揮していくと思いますので、ぜひぜひ皆さん、ね、楽しんで使っていってください。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしくはよかったらね高評価ボタン登録ボタン押していただけるとちょっと嬉しいです。はい、皆さんねどんどん、はい、一緒に綺麗になっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。